こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。今日はサブ任務にもなっているケムッソの一匹道やっていきたいと思います。コガレさんのサブ任務の内容を見ると、サブ任務121で一匹道ケムッソの道があります。一匹道の勧めとしては、限界まで育てて挑むといいらしいとなっているので、ある程度はレベルを上げてから向かいたいなと思います。一緒に、まあ、進化した時のカラサリス、そしてアゲハント、この2体も戦って一匹道クリアしたいと思います。それではまずはケムッソから強化等をしてやっていきましょう。それでは行ってみましょう。ケムッソ戦、行けケムッソ。相手がムクホークだ。風起こし、これは体当たり、あ、早技体当たりね、2回できる。本当は毒針入れたよう、入れたい方がいいのかもしれない。頑張れケムッソ、毒針 早技力技、普通に体当たりだ。命中100だからこれで、あ、結構削れますね。もう1回かな、はあ、早技2回打たれるかな。でも2回ですよね。お、58残ったということは、力技体当たりでいけるんじゃない？残る？残んない。勝った。毒針いるかなって思ってきたんですけど、いけますね。意外と。ちょっとびっくりしちゃった。ケムッソお見事。やったー。サブ任務残っていたのが終わりました。これで、じゃあ先にね報告しましょう。小枯れさん終わりましたよ。さすがだったよ。ということで、サブ任務の121ケムッソの道、限界までっていうことだったんですけど、親分個体90レベルでいけましたね。なんで100レベルまでは必要なかったみたいです。引き続きやってくれ。残ってますよね、まだ。ちょっと確認します。あ、バサギリが残ってるのか。これバサギリ終わった後またプラスで出るんですかね。前回はこれで終わりかなと思っていた時に、今のケムッソ戦含め5個ぐらい出たんですよね。なのでもしかしたらがありますよね。カラサリス次はやっていきましょう。鉄壁が入って毒針と体当たりが今ある状態で、レベルは、80レベルです。電柱いけるのかな、ない気がする。やっぱないですよね、これしかないよね。でこれでなんとかしなきゃいけないっていうことですね。さっきの親分個体だったんですけど、この子色違いの個体ゲットできてるので、この子で一匹で進めましょう。ケムッソ戦の時みたいに体当たりでいけばいいのか、それとも鉄壁かけてからの方がいいのか、どっちがいいんでしょう。でムクホークが出てきてたから、相手、あ、同じなんだ、全部ムクホーク。技は違うかもしれないですよね。レベルは、あ、レベル60になってるし、電光石火も持ってる。どうしようかな。鉄壁してから攻撃かけます。これで守りを上げましょう。全部電光石火、先ほどは全て風起こしだったんですが、電光石火になるのかな。毒針体当たり早技変わんないのか。いやー、体当たりかな。毒状態にすることがある。やってみますか、一回毒針で。毒状態来い、来ない。毒状態来ない。鉄壁剥がれたらかけた方がいいのかな。速さがもう全然違うので、普通にかけるしかないんですよね。次はじゃあ体当たり半分ぐらい。急所に当たった、やった。まだ守りは強いままです。次のターンで取れちゃう、まだいける。力技、いやー普通に打つしかないのか。体当たりです。もう一ターン、なんとか
る。ひどい。これ毒針ターンなかったらいけたのかな。いやでも鉄壁は必要ですよね。レベルもうちょっと上げますか。もう少し上げたらなんとかなりそうな気はしますよね。さっきもらった3を使って82、90まで必要なのかな。1個使って83。いる？いける？細かいのちょっと入れましょう。じゃあ85、これでどうかな。ケムスト戦みたいにうまくいければいいんですけど、ムクホークがかけてる電光石火が確か自分の順番も速くなる技だったはずなんですよね。これをそれをどうするかっていう感じかな。それでは見ていきましょう。プラスボタンも押して順番全部確認も入れましょう。そしたら変わるかもしれない。情報がありません。順番ダメか。確認しながらやりたい。鉄壁をじゃあ早技にして、速くなりやすいので一回これ早技でさっきみたいにかけて、これ多分必要だと思うんですよね。パラサビスの守りを上げ、電光石火をちょっと何回か受けても大丈夫なように抑える。で毒針使ってたのを体当たりに変えるか。プラスガードアップは3ターンです。このうちになんとかしなきゃいけないよね。体当たり1、4回ぐらいで入るのかな。これで1ターン、2ターンになってるよね。残り2ターンね。よし。で、早技。いやー、何にも変わらない。威力上げてもですよね。威力がね、プラス10で50までしか上がらないんですよね。ですると、普通に打ってた方がいい気がする。大丈夫かな？あと1ターン。まずいぞ。あと1回。もう守りが戻った。まずい。耐えた。18、これならいけるんじゃない。85でいける。頑張れ。よっしゃー。来た。嬉しい。さっきと違うところってレベルを上げたので HP が若干高かったっていうところだと思うんですよね。うわ、めっちゃ嬉しい。カラサリスも終わりました。よし。そして最後の問題点。ここが一番困るところなんですよね。アゲハントです。71レベルに今なっているので、この子でなんとかできないかを確認していきましょう。技覚え結構あるんですよね。で、何を使うかだと思うんですよね。銀色の風、これで自分の守りが上がることもあると。鉄壁使ってからの方がいいのかな。銀色の風で攻め、守り、上げてやる。しびれごな、いる？毒針多分いらないと思うんだよな。しびれごな、ささめき、どうしよう。エアスラッシュ、エアカッターよりエアスラッシュの方が高いですもんね。こっちにして、体当たりを、どうしよう、ベノムショックにしとく。本当は2倍になるので、毒針で、毒入れてからベノムショックがいいんだけど、とりあえずこれで。一回行きましょう。ムクホーク変わらないんですかね。ここの3体全部一緒の相手？レベルは今低いままです。上げてない感じですね。技と一緒に足りなければレベルも上げます。うまくいけ。いやー、同じなんだ。みんなムクホークなんですけど。あれ、思ったよりもムクホーク率高くなってきましたね。今までギャラドスが相手っていうことが多かったんですが、まさかの状態です。それだと銀色の風が確かに効けないんですよね。虫タイプ技なので、プンプンかな。しびれごなをして、麻痺かけると。で、麻痺状態にしといて、動けないターンを作る。で、ベノムショック2回いけますね。ベノムショックを入れる。
おお、来た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 、いい感じいい感じで、もう一回入れる。71レベルいけるじゃないですか。やったー。相手の持ち技全然わからなかったですが勝てました。まさかレベル71アゲハントが一番サクッと勝てると。ムクホークのレベルはレベル60だったのでカラサリスの時と同じだったんですよね。いけるじゃないですか、めっちゃ嬉しい。今までで一番サクッと勝てた感じがありますね。レベルはもうこんな感じで、ケムッソが一番高く、アゲハントが一番低いというレベル帯で挑戦しました。わあよかった、3個体とも違う個体だったのでどうなるかなと思っていたんですけど、思ったよりもねしっかり勝てたかなという印象ですね。はい、ということで今回は色違いのカラサリスとアゲハントも使ってやってみました。ケムソ戦に関しては121のサブ任務にもなっていたので突破できてよかったです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!